今オレゴンのポートランドの近く、ポートランドの郊外のですね、プレミアムアウトレットに来ています。プレミアムアウトレットはね、日本とオーストラリアと、それとラスベガス、アメリカだとラスベガスで行ったことあるんですけど、ここポートランドはね、消費税なしで買い物天国ということになってるんですが、品揃えを見るとね、あまり天国という感じではないかなと。やっぱりね、ある程度消費者がいないとアウトレットに持ってくるものも少ないのかななんて思いました。ラスベガスに行った時は割と賑わってた記憶があって、商品も結構あったんですけどね。ここはちょっとね、定番みたいなものはありますけど、定番でよく安くなっているようなものはありますけど、これが安く買えるんだというようなのはね、今んとこまだ見つかってないです。というか今んとこまだ見つかってないというか、見つかるんであろうかという感じですね。引き続きもうちょっとアウトレット検索してみます。